どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのモンスター育てました。使っていきたいと思います。ベビーパンサーですね。 L サイズです。で、ステータスはカンスト。特性ですけども、こんな感じですね。強戦士、13回行動、ショック攻撃、休みブレイク大、ラブリー全体攻撃ですね。通常攻撃でガシガシと攻めていくタイプです。で、スキルはこれですね。攻撃力アップ3、スーパーガード、休みガードです。なんか中途半端なスキルと思われがちなんですけども、攻撃力アップ3で、弱体化ガードがついてるのよ。弱体化ガード。なので、いいかなと思いました。で、プラスで、休みガードも、休みガード台がついてます。まあ、爆風だったら、休みガードと他もついてるんだけども、こいつはね、強戦士がついてるので、混乱耐性を上げたくないんですよ。なのでこんな感じにしました。そうしたところ耐性はこんな感じです。弱体化 100%。で、混乱は25だけども、眠り、麻痺、休み、毒なんかはもう100を超えてますね。即死は50なんですけども、はい。まあ、とりあえず行ってみましょうか。それでは対戦よろしくお願いします。ベビーパンサーはもともと強いなと思ってたんですけども、対戦で当たってあのね、やばいやつがいたんですよ。根に持つタイプが効かないの。根に持つタイプがそういうやつがいるんですよ。おう、なので多分こんな感じかなと思って弱体化と休みを、無効化してきたんだよね。これで根に持つタイプ、無効化できない?どう?とにかくね、根に持つタイプが強いのよ。うん。対戦ではね。で、それを、完封できるってなるなら、めちゃ強いでしょ。まあまあ、ジバルマはわかる、わかるよ。うん、3回攻撃してくるからね。あ、3回来た!3 回来た!オッケー。ベビーパンサーもね、1、3回なので、まあ、運が絡むんですよね。これ、運が絡むのよ。オッケー、行け!それは分かってる。オッケー。3回攻撃して、スクルト入れて、オッケー。で、いや、効くんかい。あれ、なんで効かないんだ。ほんとね、全く効かんのよ。2回根に持つタイプ発動しても、え、なんで、なんでだろう。あの根に持つタイプが効かないやつって、どうやって作るんだろうな。あ、まあまあ、これはもう負けですありがとうございました。それではもう一度対戦よろしくお願いします。あー、こいつらか。多分耐性は思いっきり積んできてるんでしょう。そうね、まあまあまあ、身代わりはしますよ。 OK、 効かんよな。これはあれかな、あれだな。うわ、めちゃくちゃ効く。お、ほらほら、根に持つタイプ効かん。はい、それでは戻ってきました。連敗しちゃってめちゃくちゃランク落としましたね。まあまあ仕方ないっすね。で、ベビーパンサーはまあ強いんでしょうけども、つけてるスキルが良くなかったっすね。弱体化と休みを100にすれば、根に持つタイプが効かないかと思ったら、おそらくよ、おそらく、混乱したら、根に持つタイプが効かないんだと思う。さっきも混乱してたので。なので、シャンタクはね、もうあまり使わない方がいいのかもしんないっすね。なんか通常攻撃のやつが増えてきてるので、
混乱しちゃったら根に持つタイプが効かないっていうならば、使わない方がいいかな。まあ分かりませんけどね。でもおそらく混乱したやつには効かないんじゃないのかな。はい、まあなんか分かる方いれば教えてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。